こんにちは、浅野美咲子です。本日も次元上昇ルージンライブお聴きくださりありがとうございます。ルージンのパワーと共にお届けしています。私はね、実を言うとですね、昨日のお洋服も今日のお洋服も自分がデザインしてですね、あの、オーダーしてるんですよ。で、これはね、えっと、なぜしだしたかって言ったらね、ちょうど10年ぐらい前ですね、 セミナーとかをしだした時にですね、あたし絶対こう自分に合ったね、お洋服を着てセミナーに立ちたいなってすごい思ってたわけですよ。で思って、やっぱりね、私がやってる未来手帳あるじゃないですか。あの未来手帳にも書いたんですよね。そしたらね、もう本当に自分が思って書いてですね、 知り合ったのがきっと半年経ってないんですけど、未だにずっとお付き合いしてる方なんですけどね。その時に名古屋の方で知り合った方がずっと私がこうね、こういうデザインがいいって言って、で、記事選んでですね、オーダーをしてるっていうことなんですよ。でね、あの、このね、遡ればですね、私やっぱりね、 すっごい洋服好きなんですよね,でねその洋服を好きなのは彼女と一緒なんだけど20代の時私は一応化粧品会社だったんだけどねあの時化粧品会社って絶対私服バスだったんですよ。息も帰りも自分のところのこう、まあ、ある意味ブランドですよねの洋服を着てですねあるあの通勤するのがあの決まりだったんですね。ということはですね 20代ってすごいおしゃれしたいじゃないですか。で、確かにね、あの、化粧品業界の多くって、まあ、ある意味洗練されているものだけど、毎日やったら嫌ですよね。飽きますよね。で、結構その反動があったので、本当にこう、まあ、デパート勤務っていうのもあったんだけれども、まあ、その時にですね、結構ね、あの、反動で買っているから、 自自分自身ががねものすごい罪悪感があったんですよでねこの罪悪感っていうのがね一つねこれ消す方法になったことをちょっとお話しようかなと思うんですよきっとねお洋服とかなんか買い物とかしててなんか罪悪感ある時ってあるじゃないですか。私ね本当20代は あ,のありがたいことにですね、まあ、あの20代前半は、まあ、一生懸命、まあ、マックスファクターという業界に行ってて本当に頑張って頑張ってやってたんだけれども,もう自分も体もボロボロになって何回も倒れてねもう二度と化粧品業界なんか勤務めないって思った25の時にね辞めての時に、えー、3C って言われるねクリスチャン・ディオールであったりとかクリニックであったりとかあと えーとね、クラランスとか、あとね、あシャネルであったりとか、本当にその 3C、ね、っていうブランドとまた違うブランドなんだけれども、ヘッドハンティングになったんですよ。それは何かって言ったらね、やっぱりね、倒れるぐらい頑張ってる子って、やっぱり見てるんですよね。で、意外とこうそういったことがあってですね、まあ、いい具合にこう、 デパート勤務になったわけですよでねその時にやっぱりこうお給料とかも良くなるしねまあやっぱり自分がその反動があったので本当にこう右から左どころかもうねカードで買っていたのでもうっとね外資系ってね年収なんですよお給料じゃないのよ。なので振り分けて いただだけけるんだけれども結構大きい金額がボボンと入ってくるのね。なので何にも考えずに、もう本当にカードのまま右から左に使っていたんですよ。もうある意味、依存症にかかってたんかなとも今から考えたらね。でそんな時にね、あの本当に在感とかもあったんだけども、やっぱりいいものが欲しいなっていうのが自分の中であったのね。ね買っていて、でね、その時に、まあ、私のね、本当にこう、 お金に対することであったりとかこう自分が今作られてるお金のベースになる方とお知り合いになったのもその時代なんですよ。でその時にね本当にこうね、まあ、20代で若いじゃないですかでもこうその来られてるお客様であったりとかねお付き合いするお客様ってやっぱり年齢もある程度いっていらっしゃったりとかあと本当にこう、まあ、お金持ちの方とかが。 多かったんですよね、まあ、そういった方とねいろいろお話する機会があってですねやっぱその人たちとお付き合いするっていうのもあるからやっぱり良きものを選ぶわけですよそうすると選んでるけど在庫感もあったんですねあこんな高いもの私着ていいのかなって私にはふつ不似合いじゃないのかなってすごい思いながら買い物とかもしてたことがあったんですよでねあ,のある意味私ね自分の取り柄なんですけどすっごい素直なとこがあってね そんな思いもあるから、すごい可愛がってもくれるのあるから、いろいろ教えてくれるんですよ。でね。で、ね、私、普通にね、は、まあ、あの、本にも書いたんだけど、その人たちに、どうやったのか金落ちたのですかとか、もう聞いていたの。で、ね、こうやったらいいんだよってね、もう本当あり方なんですけどね、を教えてくれたりとか、その時はわかんなかったんですよ。わかんなかったけど、ある意味ベースとなってね、あの、感謝することとか、いっぱい教えてもらったのね。そしてね、 その中でね、私、すごくあの恋にしていたこう女の方なんだけど、所長さんでね、いらっしゃってね、あの私、悩みがあるんですって言ったので。それは洋服のことだったんですよ。私ね、すっごい洋服好きなんですよでんで、ね。お給料もね、全部洋服に使っちゃうんですよ。でね、すごく自分が苦しい。うん、こんなことを私に似合うものを着ていて、苦しいですよ。どうしたらいいんですか っって言ったのそしたらね、父さんがね、私の手を握ってくれてね、あなたは、ここへ来るときにね、きっとね、あ、皆さんに、自分の中でね、あ、おもてなしっていう気持ちがあるんじゃないのって、だから、いつもね、見てるのよって、ね、若いのに、いつもこうちゃんとしたお洋服着てこられてね、で、やっぱりこう、すごく気遣いしてらっしゃるよねって、ね、それって、 見てるのよって。だから、あなたが使ってるお金って全然ドラッカーじゃないよって。ね。素晴らしいことなんだよっていうことをね、ほんと言ってくれたんですよ。思い出したり泣きそうになるわ。ね。なので、ほんとね、え、そうなんですかって。私は、でもその中でやっぱりね、ほんと、自分の中で、その方たちとお付き合いするときにね、やっぱりこう、ちょっとこう、恥ずかしいっていう思いとかもあ,ある部分があったのね。あの、こうなんか、 次やってないじゃないかなって。その部分でお洋服とかもあったんだけどで、その時にね。降ってあそうなんだって。思った時に自分の中の大学が消えた時にね。不思議なぐらいね。余計なものを買わなくなったんですよ。確かにね。あのお洋服とかに関してはこう。ほん好きだったので、あの何て言うのかたくさんね。買ったしまあ、それをこう着ていく場っていうのも。 ある意味こう与えていただけるっていう状態になったわけですよね。でまあこう本当にねそのあの時にこうああお話ししてよかったなって本当ね一瞬にね聞いた罪悪感あれからですねなんかお金に対してあそうかそういう気持ちを持って使おうとかありがとうっていう気持ちってそんなことなんだなってね思ってね使い出したのよ。そうすることによってねこう変化していたのねでその時にね。 思ったのはね。私、こんなのよく好きだって。そしたらね、いつか必ず自分の手でね、こういうのがいいよっていう、オーダーっていうのをしたいなっていうのがすっごい夢だったんですよ。で、その夢がね、結局は、ちょうど、今61なんですけど、ちょうど50歳ぐらいかな、セミナーしだしたのね。で、その時に叶ったんですよ。でねで、その時にね、セミナーするたびにね、 あの時行ってリアルセミナーやったんですね。そしたらリアルセミナーの時ね、あの、その時に合わせてね、ずっと洋服を作ってたんですよ。だからちょっとね、知ってる方とかは、しょこさんいつも違う着てますよねって変わってるよねって言われたのねで。それは、あの、ある意味ね、私の中のおもてなしだったんですよ。あの時ね、本当にありがたいことに、こうリアルセミナーでね、少なくても30人であったりとか、多い時とかあったら50人、100人の前でね、 こうさせてていいいただいただにこう全く初めての方もいらっしゃるわけですよね私も緊張してるのねでもその時にピシッってなるのが自分の中のお洋服だったんですよ。か思い出してね。ああ、そうそう、それがきっかけやったなっていう感じ。でやっぱりねで、そのきっかけになったことが、本当、遡るとね、自分のその20代の時なんですよね。なので、人って、こう、なんか、自分のね、思い出って、 とかいうのをこう、ふっと思うじゃないですか。やっぱ大切にしてほしいなと思うし、何かこうね、若い時ってね、分かれへんけどね、意外と助言してくれた人とかいてたりするわけですよね。でそういったことを思い出して、なんかするのもいいなって思ったりします。あとね、今は自分の中ですごい着物が好きなの。で、自分は、 母が着物が好きだったから、着物は結構持ってるんだけれども、着物のリメイクは苦手なんですよ。なぜかって言ったら、せっかく作ってもらったものを崩すことがまずできないっていう人なのね。なので、これって着物の生地なんだけど、単物から作ってもらってるんだけどね。これもね、なぜ単物から作ってもらってるかって言ったら、今日本ってすごく、やっぱり、あの、なんて言うかな、経済が、 活性化しないし、本当の日本古来のね、文化がされていってるじゃないですか。そしてこういった田物をすごく抱えてらっしゃる業者さんとかもいらっしゃるんですよ。で、そういった業者さんとかと、あの、ある意味ね、ちょっと、こう、えー、そのとこはもう、なんていうんですかね、閉鎖されたんだけども、そういったところでね、お金もさせていただいたりであるとか、まあ、この部分、このものもそうなんだけれども、あの、 洋服としてね、使うことをね、こう、することによってですね、まあ、活性化ちょっとでもしたらいいなって思ってね、させてもらったりしているんですよ。そう。なのでね、そう、お洋服ってそんな意味合いを持って作ってるかな、作ったりとかしてるし、まあ、派手なをね、選ぶのはっていう気持ちは分かりますけど、でも私は、えっとね、きっとね、 あの制服とか公務員だからっていうのを取っ払って自分のね、えー、プライベートな時は絶対好きなのを選んだらいいと思うしねあのー、こう自分の中でこうなんか目的を持ったお洋服とかも買ってもいいかなって思ったりしますね。そうするとこう なんていうかな、変なストレス買いはしてほしくないなと思う。私は以前ほんとしてってもったいないなと思ったのでね。だから、こう、ストレス買いではない、本当に欲しいものっていうものをね、買われるといいかなって思ったりしています。今日はね、ちょっとお洋服のことでね、お話をね、ちょっとさせていただきましたけどね。だからね、自分がね、どういった未来に行きたいかっていうのは、絶対、何回も何回も、 えー、自分に問いかけるって必要かなと思ったりします。それはね、あのー、やっぱり私とかでもそうなんだけども。どういったね。ま60字でしょ？そしたらじゃあ1年後っていう。 スパンの短い部分もあるけど71の時ってどんな自分なんだろうとかそんなことをやっぱ考えるっていうのがいいかなと思うんでそこで本当私は自分の中であ20代の時思ったことをああ達成できたんやなと思った時にあいつもやってるんだけどね 20代の自分に戻ってね、よかったねって言ってあげるんですよ。そうするとね、やっぱりなんかすごく嬉しいのね。ふっと思い出すんですよ、20代。あの時、あんなことですっごい罪悪感あったし、あんなことでストレスあったし、あんなことで病気あったよねって思ったりするのね。でもそれも、ね、そういったことがあったから今の自分があるんだよっていうことをね、言い聞かせながらね、今の自分にね、頑張ったねって言ってあげるんですよ。いつもね、頑張ったねって言ってあげるんですよ。そうするとね、すごくね、 こう自分もね、もうね、ねんも言ってるけど、あ、頑張ったねって言われることがやっぱり嬉しいじゃないですか。人にね、承認要求を求めてもね、何の役にも立たないのよ。私はすごいよいってね、認められても何の役に立たないの。でも自分がね、自分を認めるとね、すごい自分の器って知らん間に大きくなっていくんですよ。なのでね、自分のね、タコさかのぼってですね、あ、こんなこと思ったよね。あ、こんなことできてるやんって。 じゃあ過去に遡って、ね、偉いやん、頑張ったねっていうことを言ってあげるんですよ。それがね、ある意味ね、自分自身の中の本当の承認要求をね、なんか認めるんじゃないかなっていうのを思ったりしました。本日も、事件上昇竜人ライブお聴きくださり、大変ありがとうございました。この竜人ライブが良かったなーって思われた方は、ぜひぜひ、いいねボタンを押していただいて、 コメントいただくと大変嬉しいです。そしてね、まだあの、この YouTube チャンネル登録されてない方はぜひぜひ登録していただくと、さらにさらに喜びます。では、本当に今日もありがとうございました。皆さんが素晴らしい、ね、一日を過ごされることをお祈りしています。では、今日もありがとうございました。失礼いたします。さよなら。